Let's do it. Hey, yo. はい、どうも皆さん、こんにちは。アラタです。新たなダンススクールでやってました。いや、今回ですね、こちら BTS のオンのですね、プラクティス動画出てまいりましたということでですね、今回は、一人一人まず見ていく前に、これだけの素晴らしいバックダンサーの方たちのパフォーマンスを中心にですね、今回は見ていきたいと思います。なのね、すごいんですよ、やってることが。まずその構図ですね。この、まあ、列といい、なんといい、この人数がどういう風にこう、行くんでって、どういう見せ方をしてるのか、そしてですね、ファインプレイみたいなものもあるので、ちょっとそういったところも見ていければなというふうに思ってます。まずラインナップはですね、こんな感じです。どうぞ。はい、この中からいろいろと見ていきたいと思います。バックダンサーさんってやっぱりこう本番、この撮影本番ですよねっていう中で、またね、何かトラブルみたいなものがあるんですけど、そこもうまいことね、回避してるみたいなのがあるんでね、そういったところもポイントで見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初ですね、10秒のところですね、入りがやばいというところで、まずこれ見ていただきたいのが5列なんですね。で、5列かける1,2,3,4,5,6 なので、ここに6人かける5で30名の方がおよそいらっしゃるというところです。まずこの5からで、この時に注目していただきたいですね。まだ4カウントしか経ってないんですけども、人数が、横の位置、さっきまで5だったのに対して、この11ぐらいになってるんですよ。増えてるんですよ。およそ倍になってると。さらにここから見てください。さらに倍、およそ20人ぐらいの方たちの列ができる展開の速さですね。これが今回のオンのプラクティス動画。わーおー。20秒ですね。そっちかーいと。近いと。ここに斜めのウェイができるっていう、このウェイなんぞやと。で、細かいと38秒見ていきたいと思います。これ細かいんですよ。3人重ねて1、1にします。ここから。このさりげない一瞬のハケなんですけど、両サイドでこれを作る。しかも高低差までつけてハケるっていう、この細かさ。構図たるやと、1分1秒見ていきましょう。この構図ですね。3に対して後ろでまた作って、ここで作って、あえて傾けて、あえて傾けてっていう風な分配にしてったかと思いきや、いつの間にか揃ってるっていう、この見せ方。回してるのもやばいと、1分23秒見ていきましょう。ここの振り付けというか、ここなんですよ。スティック持った手をぐーっと回すときに、みんながいろんな高さでいろんな角度で回すことによって、ここの前で踊ってるバンタンのみんなの振り付けに対して、後ろで時間が、わー、2分1秒見ていきたいと思います。これまたびっくりなポイントね。これはやばい。この方に注目していてください。スティックが落ちます。こういうことはよくあります。ミスというよりかは、やっぱこの物を扱ってる、アナログで扱ってる現場なので、必ずどこかでぶつかって何かが落ちちゃって、衣装が落ちちゃってっていうことは絶対にあるんですよ。蹴ったの分かりますか？あのままここにあったらいけないものなので、拾うわけにもいかない、起き上がってしまった、さあどうする、蹴ればいいんですよ。この方拾うんですよ。見てください。2本と1本なんですよ。見てください。1本だけなんですよ。ことではないです。これが正解なんです。この構図と2分34秒見ていきましょう。これはね、凄まじい。これジン君がこの真ん中でバッて踊るときに手がバッて上がるでしょ。この世界観がやばい。